はい、こんにちは、バスマンです。今日は新しいポイントガードの新キャラが出ましたんで、今日も皆さんと一緒に見ていけたらなと思います。いやー、ポイントガードなんか久しぶりなような。ああ、そうでもないか。前、何だっけ、なんか出とったもんな。で、ちょっと今回見ていきたいと思います。ちょっと今寝起きなんでちょっとテンション低いのはちょっとお許しください。そう、ポイントガードが最近出たのがね、そう、シャキラやったかな。そう、スリーポイントが結構入って、うん、っていうキャラが出たんですけど、今回出たのがこちらですね。キャッシーっていうキャラですね。で、ちょっとまずキャシーっていうキャラがね、ちょっとガチャの説明文とか読むとちょっと小さくて読めないんですけど、まあ、キャッチフレーズがパス最速、移動最速、チームメイト加速っていうモチーフのキャラがありますんで、ちょっと、はい、まあとりあえず速いっていうキャラみたいなんで、ちょっと細かく能力値の方を見ていきたいと思います。この俺様の前にひれ伏せ。ここが図鑑で、これかで、なんかポイントカードちょっと能力値どうやろうな。なんかポイントカード個性ありすぎて、まあ達也が一般的に使われるかとしたら、2ポイントシュート高いね。なんかやっぱ勝負場面によって2ポイントとか、結構3ポイントじゃなくて2ポイント打たなければならないポイントとか出てくるんで、あの公平がやっぱ公平は2ポイント高いもんね。でも今最近で一般的に使われる達也とかよりはちょっと高いみたいですね。シャキラよりも高いと。で、パス値とかも、やっぱパス値は他のキャラと大体並ぶぐらいかな。まあ、ちょっと高いぐらいですね。で、ランも早いな。公平よりもちょい、まあ、公平青テンプついてるんですけど、まあ、基本能力的には、うん、ランはちょっと早いみたいね。だと何やろ、ドリブルとかかな。ドリブルも他のキャラよりちょっと平均値は高いような感じですね。うん、すげえな。はい、3ポイントが168と。で、公平は3ポイント低いんでね。あ、シャキラ高っ。あ、3ポイント値は基本スペックはちょっと落ちるみたいですね。まあ、ただテンプとかで変わってきたりするんで、ちょっと早速テンプの方をちょっと見ていきたいと思います。で、まず能力値テンプが、対抗力とランとシュートレンジですね。2ポイントがやっぱ高いね。うん、走るの速くて、で、やっぱディフェンスとかでも対抗力大事なんでね。やっぱ相手のドリブルとか当たった時とか、やっぱ対抗が高いと相手倒すことできたりするんで、やっぱ対抗能力っていうのは、うん、こけなくなったりとかするんで、やっぱ大切かなと思います。で、シュートレンジ、やっぱ2ポイントがメインやね。うん、やっぱ最近2つ連続で出てきたシャキラ、タツヤが3ポイント値が高いっていう特性があったんで、ちょっと今回はなんか さっきのキャッチフレーズとか見て、最速っていうキーワードがあったんで、ちょっと、ちょっと方向性の違うキャラが出てきたのかなと思います。あ、
めんなさい、この背景読むの忘れとった、恒例の。ごめんごめんごめん。ちょっとこれだけ読ませてくれ。キャッシーは元アメリカのラリードライバー。マジか。あ、そういうこと？そっから来てんの、最速は。で、ワールドチャンピオン入賞した後、え、その道で進まんのや。すげえな。彼女は引退して母の故郷、日本に来た。あ、ハーフねんね。めっちゃアメリカっぽい顔してないけど、実はハーフだったと。で、ストリートカルチャーに夢中している彼女は、ストリートレースだけではなく、ストバス界もよく知られている。コート上の彼女は、速いドリブルと正確なパスをして、よく巧みなオフェンスプレーで相手を翻弄すると。なるほど。ドリブルと、でも、なんか珍しく、他のキャラとの共通性が、ないキャラ目指す、珍しいですね。最近やっぱり、他のキャラと絡んできて、つなげてたりするんですけど、ちょっと新しいストーリー、新しい世界観がちょっと登場しましたね。やっぱオフェンスとかパスとか速いがキーワードになってくんかもしれないですね。じゃあまず筋テンプから見ていきますね。はい。で、まずドリブルの移動速度が大幅に上がる。なんかポイントガードみたいな。最近のやつおったかな。シャキラとかそうやったかもしれんな。違ったっけ。オフェンスダンクラン速度。あ、ラン速度。でもドリブル、ボール持ってる時に大幅な速度上がるのはすごいな。なんかポイントガードみたい。で、チームメイトにパスする。する後、パスを受けたチームメイトのドリブルの移動速度が短時間に上がる。お、すごいね。なんかこれもしも味方が SF とかやったとしたら、うん、やっぱ SF、 そのドリブル、やっぱ巧みなステップバックとか、うん、ドリブルでの移動速度大切になってくるんで、うん、SF 構成とか、まあシンプルにいいかもしんないですね。で、SF 構成やったらやっぱ自分でも、ドリブルの速度上がるんで、うん、自分でも攻めれて、で、SF にパスできるような、うん、キャラやったらいいかも。構成だといいかもしんないですね。で、黒テンプが、スリーポイントの成功率が大幅に上がる。お、ここでスリーポイントの、この、ちょっと他より、スリーポイント値が低いのも大幅に上がるってことで、補えるかもしれないですね。で、正確なロングパス能力を持つ。ロングパス。かっこ、パスミス率が大幅に低下。すべてのパスがまっすぐで、はい、これ強くね。どんだけ離れとっても、上からパスしんってことかな。え、強いね。本当にまっすぐなのかな。チェストパスやもんな。え、これ強いな。めっちゃ離れとっても普通にいいパス来るってことやから、うん、強いね。そう、やっぱり普通のパスっていうのは、やっぱある一定の距離を超えると山なりになって、簡単に味方を追いつけてしまうんで、これがどんだけ離れとってもキャッチできるってことは、じゃあキャッチじゃなくてテストパスにできるってことは、結構ガードから離れてても、うん、気にせずいいパス来るんで、うん、いや、あ、そう、SF コースやったら、そのガードと SF がある一定の距離やっぱり近づかんとダメなんで、やっぱガードが、敵ガードがやっぱ SF のカバーに来たりするんですけど、うん、それを結構離れた位置からパスすると、そのポイ
果相手ガードがやっぱカバーしに来るのが遅れるんで、うん、やっぱこれ SF 構成の、うん、でいいかもしれないですね。で自分で3も打ててでさらに自分のドリブルの速度が速いってことなんで、うん、うん、SF 構成いいかもね。いやでもまあなんか他にも使い方があるかもしれないんで、ちょっと今後あのこのキャラ今日の0時かやったかな出たんで、ちょっとこの後もうちょっとあの試合で回ってみて、ちょっとキャシーのいいところあったらあのまた行っていきたいと思いますわ。まあとりあえずなんかまとめると、あの自分でもドリブル速くて、やっぱパスがいいですね。パスを受けたチームが、あの方が移動速度上がったり、でパス出す時も本当全部まっすぐなスパーンと行くんで、パスの能力が高いっていう、あのちょっと方向性の変わったキャラが出ました。で自分でもスリーポイント打てるんで、本当パスとスリーポイントドリブルって感じですかね。ちょっと守りの方のスキルは本当ないんで、本当自分のパーソナルスキルでカバーって形ですね。本当攻撃、パス、ドリブル、スリーポイントが今回特徴的なキャラだったんで、みんなあのぜひ使ってみた感想とか、またあの、うん、敵として当たってみた感想とかありましたらコメント欄によろしくお願いいたします。じゃあ今日もありがとうございます。またあのチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。じゃあ今日もありがとうございます。ではでは。